ちょっと風向きが変わってきたんじゃないのかなと僕は思ってますね。小室さんかなりメディアに祝福されてたわけですけども、まあ、それ違和感を持ってたわけ、まあ、なんですが、小室さんやっぱり小室さんならではの対応をして無視をしてたんですね。しニューヨークセレブリティモーメントさんが小室さんを撮ってましたけども、コングラチュレーションズと祝ってたわけです。しかししかめっ面で歩いていってもう完全に無視だったんです。なんか反応すればいいんですが、ね、小室圭さんそれを分かってなかったんでしょうか。この不愛想の対応はこの眞子さんから来てるんじゃないのかなと予想するわけですけども、なぜかっていうと週刊文春の眞子さんが圭さん叱ったってそういう記事があるんです。甘いのよと言われたと小室さんに近い関係者が明かすと、報道当初から小室の振る舞いは皇室側からありえないと受け取られるものが多かったと。婚約内定報道後に朝に電話で眞子さんと挨拶を交わしたことを報道陣の前で話してしまったと、はい、皇室の内部事情をメディアに話すっていうのはありえないかなとは思うんですが、そんな小室さん、眞子さんはもう叱ってるんです。それ以降小室は自分の対応をもう逐一眞子さんに相談してるらしいんです。なのでこの関係者いわくこの小室の対応は全て眞子さんのご意向なのですと、まあそうであるとするならば、このようなしかめつら対応であったり無視対応を小室さんがされているのはこれは眞子さんの指示なのかもしれませんねという予測は立てられるわけですが、でデイリーです。これに関して珍しく宮根さんが苦言を呈されているんですね。で宮根さんだけではなくてワイドスクランブルのジャーナリストの方も苦言を呈されてるんですね。まあ、なんか言ったらどうですかみたいな感じですよ。一言言っていただきたいですと、その宮根誠一さんは言ってるわけです。まあ、なんでちょっと風向きが変わってきたのかなと。まあ、なんか愛想の一個でも振る舞っておけばこういう風な反応にはならないと思うんですけども、まあ、ヤフーのコメント欄でも、まあ、何か言うわけないですよねみたいなね。A 氏から学費留学費用の支援を受けても感謝薄い。ドライにそれは婚姻状態にあったし、返済不要とのことを言ってたからと。生活費の範囲内と片付けた後に念のため贈与税を支払って最終的には A 氏には解禁を払うという苦しい展開だったんですけどねみたいなね。概ね反応は良くないわけですよ。で朝に小室は黒っぽいスーツに淡いブルーのシャツを第2ボタンまで開けたノーネクタイのワイルドな姿をしてました。弁護士事務所のホームページと同じく、長髪、それから髪の毛を後ろに束ねるポニーテールスタイル。これはちょっと何とかならないでしょうかね。両耳にイヤホンをつけてニューヨークの街をさっそうと歩く姿が映し出された。で小室さん取材されてるわけですけども、まあ、日本のメディアの前ですね。ここも変化があると思うんですよね。このしかめ面対応、いろんなメディアが報じているので、これ報道協定破棄されたっていう話が結構真実味が出てきたんじゃないのかなと。で記者がこの度はおめでとうございましたと、で誠とお祝いする時間はありましたでしょうか、英宮様のご報告はと、そういうふうに言われたんですが、小室さんはもう全然応じることなかったと。もうまっすぐテクテク歩いていたと。こういう姿は、まあ、以前も撮られたことがありまして、まあ、それはかなり印象的だったようか、TikTok であったりね、YouTube であったり、この若者層に、まあ、モノマネする人がね、現れる、タスクさんっていう方だと思うんですが、まあ、そのモノマネが結構面白かったんですけども、モノマネされるぐらい印象的だったと思うんですね。で、宮根さんは、まっすぐ見ていらっしゃいますね、と。再受験者の合格率が低い中3度目の挑戦に突破したことをまあ称えて、まあこれは忖度でしょうね。で小室さんが問いかけに応じなかったことについてはこの宮根さんはこう言ってるわけ。我々一般国民に小室さんが説明されたりとかね、ご挨拶される必要って一般の方になられたんでいいとは思いますけど、英宮様にご報告はされてるんでしょうねと話したと。まあおそらくされてないと思います。2回目はされてないですから、まあ1回目は忘れましたけども、重ねてこの場で小室圭さんが答える必要はないとは思うんですかと前置きしながらも、例えばどこかのタイミングで英宮様これについて言及される質問に答えなきゃいけない状況があるとするならば、まあこれは英宮様の誕生誕生日会見とかをさせているんじゃないでしょうか。で小室さんが一言ありがとうございます頑張りますって言っていただきたいですけどねと、なんか僕らとしてもちょっとすっきりするかなと、まあ語ったというわけです。まあ、宮根さんがこういう風に苦言を呈するっていうのはまあ結構珍しいなと思います。テレビ朝日系の情報番組のワイドスクランブル、これ中日スポーツですけども、この小室圭さんの姿をこのトップニュースで伝えていると、こういう風にいろんなメディアがやってるんです。し、これどちらかといえばネガティブな話題じゃないですか。で、中日スポーツのタイトルも、小室圭さん記者の7つの質問にガン無視、日本のメディアに対しては、と、お元気そうで安心と様々な声とか、まあそういう風なタイトルなんです。これは結構ネガティブに伝わるんじゃないのかなと、そういう記事ですから、これを取り上げるということはメディアもちょっと流れが変わってきたかと思っちゃいますよね。
で、小室さんの最新映像を受けてスタジオでは、オースターなーですかね、これ。は、質問には無言を貫きましたけど、お元気そうには見えましたね、と、ほっとした様子と。質問には無言を貫いたと。ちょっと皮肉が入ってるんですね。で、これにコメンテーターとして、番組出演した作家でエッセイストの吉永さんは、これでニューヨークでの生活の基盤ができるということは良かったと同意しつつ、日本のメディアに対してはよっぽど腹に据えかねてるところがあるのか、ガン無視でしたよね、と。一言くらいあっても嬉しかったな、と。コメントしたというわけです。それからジャーナリストの方もこう言ってると。一言おっしゃればすごく感じが良かったと思うんで、そこはちょっと残念ですね、と。メディアもメディアスクラムにならないように取材してるわけだから、次回よろしくどうぞ、と。要望したというわけです。まあこれは苦言でしょう。メディアスクラムにならないように報道協定を作って守ってきたわけですよ、メディアは。で、交換条件として小室さんが、まあ、帰ってきた時、当分帰ってこないと思いますが、帰ってきた時に会見を、まあ、優先的に招待してくれるとか、そういう権限がついてたと思うんですが、小室さんは別に帰ってくる見込みもないですし、ニューヨーク総領事の、ね、森美京さんに結構話をうやむやにされて、メディアもこれはちょっと怒ってるんじゃないのかなと私は思いますね。こんだけ日本では言われてたわけです。ツイッター上では理由を知らない方だと思うんですが、私的には言われないですし、合格者名簿に名前が書いてあるだけだろうと思ってますけども、そういった方にさえ利用されなかったわけです。まあメディアどちらかといえば、大手メディアは味方じゃないですか、彼らのね。はい、忖度をしてますから。そんな大きいメディアに関しても言わなかったと。こういうのが小室さんが、世間から嫌われていくような要因になってんじゃないかと思っちゃいますね。コメントでも結構きつい指摘が相次いでますね。もう結果出したし、マスコミにへずらう必要などないという気持ちなのかもしれませんが、マスコミの裏にはたくさんの国民が見てるんですよ、と。その通りだと思います。米国の恵まれた環境で3回も受験し続けることができたのはね、自分たちだけの力ではなく、週刊誌で伝えられるような強額な警備費や領事館のバックアップなどがあるんですよね、と。日本国の手厚い支援もあったわけじゃないですか、と。経済的支援をしてくれた日本の弁護士事務所、長にはお礼の電話したようですけど、奥の総合法律事務所の奥野さんですよね。かなり世話になっていると思います。私の推測なんですけども、お金を貸しただけではなくて、事実上の私は贈与だと思ってますし、贈与なんだけども、貸与っていうスキームを利用して贈与税を回避して、贈与税であれば 40-50% ぐらいでしょうか。そしたら小室さんに渡るお金は、700万ぐらいになってくる。ただ、貸与で、無期限で無利子、まあそういうスキームにしちゃうと1500万まるっと小室さんに与えることができるわけです。そういったお金の渡しもそうですし、就職先の斡旋、まあこれは奥野さんの知り合いの女性弁護士が動いてたっぽいんですが、その奥野総合法律事務所を紹介したのは立川さんなんですけど、いろんな恩恵を受けているわけですね。まあフォーダムの留学に関してもかなり奥野さん怪しいかなと思ってます、ね。DLA パイパーの DA 弁護士と奥野さんのところにいた外国人弁護士の方とかね。あとは一橋とも繋がってくるんです。その辺のことを考えても奥野さんには相当な恩義があるんじゃないのかしらと。小室さんがいち早く手厚く皆様差し置いてやるんじゃないのかなとそう思いますけどね。もし日本国民の支援があったならマスコミを通し、一言でも血税から負担をかけた日本国民にも感謝の言葉があってよかったんではないかと思いますと。日本の一般国民の多くは小室さんがニューヨークの弁護士として得るであろう高収入とは比較にならない少額の収入から納税してるんですよと。1億とか3000万とかものすごいインフレしてますけども、日本の平均所得っていうのは全然上がってないんです。派遣法の改正とかね、まあ、いろいろありましたから、給与が上がらないような構造になってるわけです。それでもインフレが起こってますから、まあ、やっぱり物価がどんどん上がっていってるわけです。すごい辛いですよ。そんな中、所得税ね、消費税、それから法人税、まあ、いろいろな税金を我々は払ってるわけです。ガソリン税もそうですけども、私はタバコ吸いますから、タバコ税とかね、もうすごい高いんですよ。我々のですね、血税が頑張って働いて獲得したお金から払われている税金が小室さんに使われている以上、この血税から支援されていて、小室さんが3回目受かりましたけども、この血税のおかげであると、言えるわけですよ。ちょっとでもお礼を言ったらどうですかと思うのは、もっともだと思います。これぐらいにしておきますか。はい。以上です。それでは皆様ご一緒に、地下室、バイバイ。じゃあね。